はい、というわけでどうもこんにちは。渋谷の建物がでかすぎて息切れしてる人です。これだから田舎者は、お、東京来るのは去年の夏以来ですかね。多分白霊神社夏祭り行った時が最後ですかね。あ、あとで2度でかく高魔教のキャラが書かれてたやつだな。で、今回もね、またイベントにやってまいりました。ポケモンのイベントですよね、わかります。それやってたの横浜だろ。まあそんな茶番はさておき、今回は大東方プロジェクト店にやってまいりました。お、両用のメインなのにプリズムリバー3姉妹がいなくてクエスターで炎上してたところですね。そういうこと言うな。うちはまだいいけど、プリズムリバー3姉妹がお目当てで来てる人もいるだろうから、そういう人はかわいそうだよな。まあ決して安くないお金を払って入場してますからね。まあまあ、それは置いておいて中に入っていきましょう。こちらが建物の入り口ですね。あら、綺麗なイラストですね。ヨーヨームということで、ジャケット絵もヨーヨーム仕様だな。個人的に昨年の従者コンビは非行だと思うので飾ってくれたことに感謝ですね。市民のくせにうるさいな。自分半人半霊ですらないんだけど、建物の中に入り、2階の東京アニメセンターというところで開催されていました。去年の高魔教20周年の東方店と似たような入り口ですね。あ、もしかしたらこの動画を見て東方店行く人がいるかもしれないので言っておくと、中高生の方は身分証明書がないと入れないので気をつけてください。私たちの前にいた2人も学生証なくて入れてなかったもんな。なのでね、もし行く予定のある方は気をつけてください。まあうちみたいなチャンネルが行ったところでみたいなとこありますけど、そんなこと言うなよ。ではでは中に突撃していきましょう。中に入ると、まずはショートムービーと共にヨーヨームのキャラの説明が書かれていました。説明書きによると、ショートムービーはジャジャマルさんの提供らしいぞ。ジャジャマルさん、自分が東方 MMD にハマり始めた時にめちゃくちゃ見てましたよ。現在は主に東方のゲーム実況を投稿されているよな。すごいですね。あ、次回があればぜひうちに。絶対無理だから諦めろ。こちらを抜けると、お次はズンさんの手書き資料や設定資料が展示されています。この東方店の一番の見どころかもな。ただ残念ながらそこは撮影禁止エリアなので飛ばさせていただきます。いやいや、こっそり録画すればバレないって。そんなことしたら界隈から永久追放だわ。だけど、ここで撮影することによって他の投稿者と差をつけられるぞ。だから、ね、いややらないよ。なんでルール破って撮影するみたいな流れになってるの？そして進んでいくとイラストの展示コーナーがあります。東方ヨーヨームに登場したキャラクターのイラストが展示されていましたね。とても有名で綺麗なイラストがたくさんでしたね。こういうの見ると、ほんと何食べたらこんなイラスト描けるんだろうって毎回思うよな。あんまり食事面は気にしたことないですけど。あと、イラストと同じところにそのキャラのプチ解説も載っているぞ。ズンさんがどんなことを考えてヨーヨームに登場させたのか、キャラクターに対してのイメージなんかも書かれていて面白かったですね。こういうところに来ないと、なかなか知れる機会ないもんな。その後ヨーヨームキャラのイラスト展示を抜けると、迫力楼のジオラマがありました。おお、すごいなこれ。こういうの見ると、ガンバーチャンネルで中に入りたくなりますよね。ははは、去年の高魔館もすごかったけど、迫力楼もクオリティ高いですね。ちょっと自分は見るの忘れてしまったんですが、迫力楼を覗き込むと幽霊の影があるらしいですね。そして大東方展もラストスパート、原作の順番に並べられた東方のアレンジ楽曲年表がありました。うおどれも一度は聞いたことがあるような曲ばっかりだな。え、ガッドアップルってこんな昔からあんの？1998年、視聴者さんも生まれてないかまだ子供だった人がほとんどなんじゃないか？東方幻想郷って旧作だもんな。25年も前にあったのか。ちなみに、自分が生まれた頃にできた楽曲はこんな感じ。視聴者さんでもこの辺りの年代の人が多いかもな。ナイトオブナイツ、花鳥風月、色はにおえどちりぬるを、リスペク夫人、今でも聞かれ続けてる名曲ばかりだな。つまり自分はアレンジ曲黄金世代ってこと？お前はただ生まれただけだろ。でも冷静に考えて、こんな何十年も愛されてる曲があるってすごいことだよな。ヒット曲とかってたびたび生まれるけど、10年、20年というスパンで人気の曲ってなかなかないもんね。東方アレンジ楽曲ってどれくらいあるんだ？わかっているだけでも約11万曲以上あって、今でも大勢のクリエイターが新しい楽曲を作り続けているわ。さらに進むと、歴代霊体祭のポスターが貼ってありました。霊体祭はこの2004年のが一番古いらしいですね。そして最後にヨーヨームのバトルムービーがありました。バックにはマラシーさんの演奏が流れていましたね。弾幕もめちゃくちゃクオリティが高かったです。それじゃあ、ここで東方展の展示は終わりだな。ではグッズの販売コーナーに移りましょう。グッズ販売コーナーに入ると、まず10応援の体験ができるところがありました。少し前のコミケで販布されていた東方の新作だな。東方原作をやる環境がない人とかまだ新作変えてない人もいるだろうし、体験できるのはいいシステムだな。そして、売ってるグッズはこんな感じ。おそらくここにあるのは東方店限定のグッズですね。あ、限定のグッズとかもあるんだ。やはり限定って書いてあるとつい買っちゃいますよね。毎年季節限定もの無駄に買って公開してます。個人的に自分がすごいと思ったのがこちら。高魔教から最新作までの原作コーナーですね。うお、パッと見だけどすごい量だな。高魔教とか今回ピックアップのヨーヨームとか、人気の作品でもかなり在庫があったので絶対に品切れさせないという固い意志を感じました。私たちが行った日って別に東方展が開催された日じゃないからそれで残ってるのはすごいな。欲しい作品あったけどまだ買えてないよっていう人いたら、購入するいい機会かもしれませんね。では、自分の買ったものの紹介に移りましょう。はい、ではまず紹介するのがこちら。東方展の特典でもらえたクリアファイルですね。このクリアファイルの中にはゲームの広告が入ってました。雲のクリアファイル、可愛らしいな。そして次にアリスさんのアクスタです。お、これは東方展限定のグッズなのかな？さっきのグッズの中にあった思想かもな。自分はアクスタ結構好きなので、こういうの集めておきたいですね。アクスタって普通のフィギュアより安めだけど満足度あるもんな。それでは次のグッズはこちら。これもおそらく東方店限定のアクスタですかね。東方店のポスターのイラストですもんね。いやー、このツーショットいいですよね。仕事場に家族の写真置いておくみたいな感じでアクスタ置いとこうと思います。なお家族は画面から出てこない模様。そし
して買い物した特典でもらえたポストカード、何円で1枚もらえるかはわかりませんが3枚ですね。マリサ、ヨウム、ユユコの3人か、ヨウヨウムを象徴する2人が出てくれたな。お次は少し大きめのグッズ、コメイジ悟りのタペストリーですね。こちらは別に限定のグッズではないです。確かアリスさんバージョンは持ってましたね。そしてラスト、マリサさんの T シャツですね。こちらは秋葉ホビーで購入しました。お、秋葉原にも寄ってきたのか。山手線一周してきました。秋葉原は秋葉ホビーと秋葉王で東方のグッズ販売してるので、興味のある方はぜひ行ってみてください。はい、ということで今回はこの辺で終わりですね。ヨウヨウムの東方店、ここでしか見られないものもたくさんあったしよかったな。大東方店は当日券もあるので、行く機会があればぜひ寄ってみてくださいね。では、気軽にコメントよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。